動画で使用するとお聞きしていたので、1年ごとにプラス10万円、家賃をいただく契約で、3年間、なので、30万円ですね。で、続きまして、イメージ払拭代、動画内でちょっと HH 要素があるものなどがありですね、まあ、次回住む方がそのあたりを気にしなくていいように、イメージを塗り替えるためにですね、綺麗な箱を設置したりとか、まあ、モデルの方に住んでいただいたりとか、こうイメージを払拭するために。使うのがですね、50万円で始まります。もともと私たちがいたっていうのは使えるんですか？ちょっと個人情報のあるので使えないんですけど、一応このイメージの払拭ということで、じゃあ今あの物件イメージ悪すぎて自己物件扱いみたいなのもあります。まあそこまではオーバーではないんですけども、それだけ。続きましてですね、まあ、登録者数の増幅代、こちら登録者の増減に前に座りさんもお家もですね、一役買ってますので、登録者1万人につき、1万円ですね。でこちら、200万人ですかね、200万人、まあ、増えましたので、200万円ですね。いやすごいですね、まあ、こちらもの家を提供した甲斐がありました。本当にありがとうございます。あとはですね、まあ、この最後一番高額なんですけれども、動画公開代っていうものになりまして、まあ、家で撮影した動画の公開本数ですね、1本1万円で、1300本、1300万円になります。こちらから報告は以上になりますので、はい、合計で約2100万円ですかね。